さあ、皆さん、こんにちは。ノッツオでございます。ということで、今回もドラクエ 11S やっていきたいと思います。ということで、あらすじ読んでいきましょう。ノッツオとカミュは、デルカダール城下町の仮想にレッドオーブを取りに来たが、隠し場所からは消えていた。かつての射程、デクを怪しむカミュと共に、下宿のおかみからデクの店の情報を聞いたノッツオは、デルカダール城下町の上層へと向かう。二人はデクを見つけ、カミュはオーブの件で怒るが、デクは二人を歓迎する。話によると、デクがレッドオーブを持ち出したのは、デルカダール王国に返却することで、王の態度を軟化させ、カミュを処刑から守るためだったとのこと。かつての射程の気遣いに感謝するカミュ。デクから今は石の村の先にあるデルカダール神殿にレッドオーブが移されていると聞き、二人は、ラプガーナ密林を抜けて、当初の目的である石の村へ向かうのだった。ということで、まあ、前回ね、このデクっていう、まあ、射程、このおっちゃんみたいな感じの体型の、弟分がいるんですけど、そいつがまあ、なんか自分の私利私欲のために売ったんじゃなくて、この兄貴のためにね、売って、こう、助け出そうとしてたっていうところがちょっと感動的だったなと思いました。はい。さあ、デルカダール城下町なんですけども、こっからまた仮想に行かないといけないと。城下町の仮想に行ってから、地図メニュー、世界地図。あー、広すぎるな。広すぎるね、近くの地図。デルカダール地方、どっかで、ナプガーナ密林っていうとこから行かないといけないと。これ下行けばいいってことでいいのかな？ってことで、ナプガーナ密林のところまで、ちょっと、ちょっくら行くか。ルーラーできないか？石の村。キメラの翼とかで行けないか？ははちょっと待って。犬に吠えられてる。もう大丈夫だぞ、もう。もういいよ。かわいそうに。ひょえー、勘弁してくれ。犬だけは。これ多分あれなんだろうね。この物語が終わるまでずっとやってんだろうな、これ。このやりとりは。あ、やっぱこの人だったか。このなんだっけ。なんだっけ、この人。ダイアナちゃん、好き好き、大好きだ。いやー、ダイアナちゃんの踊りはいつ見ても最高だよ。こういうのを至福の時って言うんだろうね。ダイアナ妃。ダイアナさんだ。あら、この街では見かけない坊やね。さては、あなたも私のファンかしら。うふふ、どうぞゆっくりしていってね。そういえば、いつもこっそり私の踊りを見てる男の子、今日はいないわね。また隠れんぼかしら。あの子、いろんなところに隠れてるから、街中の噂話に詳しくてね。話を聞くのがいつも楽しみなのよ。え？隠れんぼしてる男の子？男の子っていうぐらいなんだから、少年なのかな？わからん。ダイアナ妃。でもこのビジュアルはなかなかのもんだよ、これ。ね。どうすか？はい。これ下、こうやって、駆使するでしょ。同じ踊りしかしやん。なんだ？あー、見張りか？いたか？いたか？やっぱ仮想から行くのが正解だったか？いや、見当たらん。もう一度街の中を探すぞ。いや、お前らの警備、ザルだからな。あの明かりの数、ずいぶん人を出していやがるな。まあだいぶポンコツだから問題ないべ。ほとぼりが冷めるまでデルカダールに近づかない方が良さそうだ。今のうちにこの先にあるナプガーナ密林を抜けて石の村へ向かうぞ。いや、どうなってるかだね。この俺が出てきた町だからさ、俺のせいでみんなひどい目に遭ってないか不安だけど、大丈夫ならいいんだ。デクのおかげでオーブの行方が分かったな。あいつには頭が上がらねえよ。オーブがあるデルカダール神殿に行く途中にお前の故郷石の村があるんだったな。ついでにそこにも寄って行こうぜ。さあ、まずはデルカダールの南にあるナプガーナ密林を目指すと。やったぜ。お、神のレベルが上がった。5から6。いやー、俺のレベルが上がったらスキルポイント振り分けたいけどな。一応神のやつ見とくか。神5ポイント。どこに行ける？片手剣、火炎斬り、
探検、装備時攻撃力プラス5。探検、装備の攻撃力が増える。これ強くない？ブーメランスキル、スライムブロー、神業、盗む。敵一体の持っているものを盗み出す。これ結構、あれだな。憧れだな。憧れっていうか、盗むって。炎の力を剣に宿して敵一体を切る。まあ、これぐらい覚えとくか。だから前回なんかこのリンク技みたいなさ、お互いがこう、覚醒状態になって出せる技みたいなのがあるらしくて、それにはこのスキル覚えとかないと意味ないんだよな。まあ、とにかくこんな感じかな。あ、待て待て、連携ができるぞ、これ。やってみるか、シャドウアタック。せっかくなんでね。ゾーンを解き放った。すんげえもったいないことしてるかもしんないけど。ちょっとシャドウアタック見たいし。ああ、なるほどね。まあまあ、かっこいいんちゃうか？息ぴったり、会ったばっかなのに。おい、体験どうやって隠した？経験値ゲッチュ。シャドウアタックを使って魔物を倒したデルカダールの丘の導きの教会にいる戦士に報告しよう。これ行きたいけどね。てか、なんか、このベビーレッサーパンダ的なやつがいるし、なんかこの切り株お化けみたいなやつもいるな。この人だね。さっきシャドウアタック決めたから共闘はいいもんだ。待て、言葉はいらねえ。幾多の戦いを乗り越えてきた俺にはわかるぜ。言われなくても、ひしひしと感じてきやがる。その眼差し、その立ち振る舞い、お前の全身から放たれる輝き、すべてがこう物語ってるぜ。連携技、シャドウアタックで魔物を華麗に倒してしまったとな。どうやら、わかっちまったか。京都の素晴らしさというものが、何よりだ。俺も十分に満足したぞ。さあ、受けてくれ。こいつは、俺を満足させてくれた礼だ。ノッソは金のネックレスを受け取った。世の中には多くの連携技がある。呪文と特技の組み合わせで発動する連携技もあるんだぜ。それだけでなく、中には3人がゾーン状態でないと使えないような連携技もあるって話だ。特技や呪文を覚えれば覚えるほど、仲間が増えれば増えるほど、使える連携技も増えていくだろうな。忘れなよ。お前は一人じゃない。共闘すれば活路も開けるってもんだ。仲間を大切にな。めちゃくちゃ、この、京都推しおじさん、いいやつじゃん。導きの教会にある戦士に頼まれ、シャドウアタックで魔物を倒したことを報告した。特技や呪文を覚えれば覚えるほど使える連携技も増えるような。金のレックレスは俺装備できんのかな？あ、いけそうな気がする。まあ、一応しとくか。最大 HP が少しだけ増える純金のネックレス。割と高く売れそうな気もしなくもない。さあ、この先行ってみようか。ちょっとレッサーパンダとか、この子戦いたい。この子と戦うわ。かわいい。あら、かわいい。わあ、泣き方もかわいいな。マンドラも一緒にいる。あ、そうか、ベビーパンサーだ、ベビーパンサー。でかいやつ、あれ、一瞬で終わった。なんか、動物虐待したみたいなね。あんまり気分良くねえな。ベビーパンサーが高まろう、まこうとしていった。薬草、ナイス。ベビーパンサーとこの切り株お化け的なやつをちょっと見てみたいね。お、レッサーパンダと切り株お化け。こいつの名前なんていうの？あ、切り株お化けで合ってるんだ。なるほど。ベビーパンサーちょっと弱かったから倒すか。あ、あれ？個体値があんのかな？さっき13ぐらいで、ちょ、かわいそうだな。ベビーパンサー倒すときの声が、とてつもなくかわいそうだわ。ね。あれ、神のレベルがアップした。俺のレベルはまだ、全然アップしないって感じか。でも、あと1体くらい倒せば、レベルアップしそうな気がすんのよね。さあ、レベルアップした。さすがにね、してくれないと。ギラの呪文を覚えた。2ポイントのスキルポイント獲得。ちょっと振り分けたいのにな。振り分けようぜ。呪文、仲間、強さ、道具、装備、作戦、仲間。デクのおかげでオーブの行方が分かったな。あいつに頭が上がらねえよ。あ、そういう風に話せんのか。なるほどね。仲間はよし。強さで、振り分けたいんだけど。どうやって振り分けるんだっけ？装備。俺、スキルってどうやって振り分けるんだっけか？作戦。あ、これか。スキルパネル。で、俺はどうしようか。火炎斬り覚えた。装備時、会心率プラス2。あ、
片手剣スキルか両手剣スキルもちょっと覚えてんな。ブレードガード武器ガード率が大幅に上がる剣の構え。両手剣だってさ、ドン突入率プラス5。あー、どれがいいの。闘技士片手剣じゃねえんだよな、両手剣なんだよ俺は。だから両手剣の方をちょっと上げていくか。今はね、装備士攻撃力プラス5、会心率か、まあ、これにしとくか。よし、まあ今両手剣なんでね。なんかこのスキルパレードの上げ方、なんかいつもと違うよね。こんなんじゃなかったもんね。普通になんかこう 1,2,3 で増えていくみたいな、こんなに慣れてるからめちゃくちゃ違和感だわ。ここがナプガーナー密林ね。入ってみたけど、あれ？なんかおっちゃんがいる。あ、あれ道具屋か。こんなとこ一人でお前。各地を回って商売をしております。こんなところでお会いしたのも何かの縁、何か買っていってください。さて、私は旅の行商人です。どんなご用でしょうか。銅の次、銅の体験、ブロンズナイフ、ブーメランか、ブーメラン強。なんか420だって。とんでもねえな。とんがり帽子。カミュー全然ねえ。だから、ちょっと鎧買ってやろうか、カミューに。カミューが装備しますよと。はい。あ、でもカミューあれだ、ブーメラン持ってるわ。もうお金がなさすぎる。進もう。え、なんか風が。あ、あれさ、あれじゃねえの。最初に戦ったやつっちゃな、あれ。わかんねえけど。こいつこいつこいつ。あ、待て待て、バブルスライムいた。ほら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 、バブルスライム、バブルスライム。対戦よろしく。あ、一匹だ。珍しい。ってことは強いのかな、このバブルスライムは。うわ、毒だ、やばい。毒不要強。徐々に徐々にこれ、削られてくんちゃうの。あ、このターンだけか。このターンだけなら全然、問題ないな。いや、毒は継続だわ。ちょっとわかんねえ。毒消しなんて持って、あ、持ってる持ってる。使った方がいいよね。これ消さないと、教会行かないといけないもんな。そんな面倒なことはもう今はしたくないし。その、これ雨の中これちょっと危なくない？あと、スモーカー中将がいるんだよね。あそこに。あいつ名前スモークって言うんだけど。スモーカー中将ね。ちょっとスモーカー中将とバブルスライムがいるわ。待て待て、バブルスライムが舐めてたら死ぬ。普通に7とか8とか食らわしてくんのやばいな。これ、ホイミ必須じゃん。神の、神優もそうだけど、俺もホイミを使わないと。ちょ、もう一回神使っとくか。一応全開させといた方がいいね。あとなんか唇お化け的なやつもいるんだよね。こっちにちょっとしたなんか道があるから、一旦こっち寄り道かましていくわ。こっちは何だろうか。あ、なんかめちゃくちゃ細い道。あ、待て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 。キノコのお化け、ベビーパンサーがいる。あんまりやらない方がいい。さあ、このキノコお化け倒してみるか。気づいちまった！気づいたならやるしかねえ。お化けキノコ。こいつもあれだね。ドラクエ大体いるよね。このなりのやつは。あ、弱え。俺たちの勝ちだ。弱くてよかったわ。よっしゃ。お、神のレベルアップ。ここそんな強くないのか。てか、キノコお化けをワンパンで倒せるからいいわ。さあ、これ、あれだね。細い道行ってみようか。あ、これ登るパターンのやつか。あ、掴むやつね。このモーハンでもよくあるやつ。モーハンでも、丸ボタンやら A ボタンでこれ飛び乗るやつ。それと同じ原理。まあでも、登れる場所はこの決まってるけどね。このビックリマーク出てるとこしか登れないっていう。ちょ、制限はあるもののって感じ。なんだこの意味深な場所は。強そうな敵でもいんのかなと思ったけど、そんなこともないのか。目覚めの花、毒消しそう。あ、ありがてえ。コットングさ。え？なんかこれだけかい。あ、宝箱あるやんけ。宝箱あるやんけ。さすがにこれだけで終わってたら、何のためにここに来たんじゃってなるもんね。あ、小さいメダルゲッチュ、これね、2枚目かな。もうすでに取り逃してる小さいメダルはあるだろうけど。ああ、なんかまた、キノコのお化けがまだ復活してる。無限脇か？ん？あ、キノコ、キノコ、向こうもキノコ、あっちもキノコ。一
光り物があるからちょっとこれだけ気になる。小さな鱗。こんなとこに鱗落としてき、ごめんなさい、待って、唇お化け。これ。なんだっけこいつ。唇お化け。リップス。すんごい分厚い唇してるね。とんでもねえな。ぶちゅーってくんだろうね。全員メスでしょ。あ、またあの化けおるわ。あ、スモーカー中将もいらっしゃる。めちゃくちゃいる、大量に。さあ行きましょう。これ下の方でいいのかな。デデカダール地方に出ないといけないんだもんね。こっから医師の村まで行けみたいな話だったもんな。いや、にしても強い。あー、野営できる場所あるわ。さすがにセーブないときついしな。一旦ここで休憩しないと。の、キャンプか。ちょうどいい。医師の村があるあたりはまだまだ先だからな。今日はここで休んでいこうぜ。いや、助かった、マジで。今回はちゃんと泊まるよ、俺は。寝るし、回復するし。それにしても、デクの野郎が一丁前に店なんぞ開いてるとはな。しかも町の一等地に嫁さん付きだぜ。まあな、デクがどんなやつだったのかまだ全然知んないけど、いいお嫁さんもらってたしな。あれで俺と盗賊やってたなんてな。お宝求めて世界中駆け回ってたのが、なんだか懐かしく思えてくるぜ。ん？そういや、デクとの旅の途中で見つけたあのお宝、今こそ役立ちそうだな。なんだ、そんなの持ってたの君。なあ、お前にいいものをやるよ。今までいろんなお宝を手に入れてきた俺とデク、とっておきの一品だ。え、何これ。その名も不思議な鍛冶台。こいつの上に素材を乗せて不思議なハンマーでトンカン叩けば、なんとびっくり。ああ、なんかこれ城の近くの何、その家の書物になんかあったな。何でも作れるみたいな。金属の剣はもちろんのこと、木のブーメランになんと布の服まで、材質を問わずあらゆる装備が作れちまうんだ。すげえだろ。これどうなんだろう、買うより作る方が強いのかな。汗水垂らして家事に励むのは柄じゃなくてな。あまり使ってなかったんだが、お前なら使いこなせる気がするんだ。いや、ちょっと待って、でかくね。ちなみに不思議な鍛冶をするには、作りたい装備の素材と専用のレシピブックが必要なんだ。そうだな、まずはこのレシピブックをお前にやるから、俺の話が終わったら早速作ってみる。ノッツはレシピブック不思議な鍛冶入門を受け取った。聖堂の剣をレシピを覚えた。聖なるライフのレシピを覚えた。レシピブックは町にある本棚や宝箱の中、他にも世界中のいろんな場所で手に入るから、あちこち探し回ってみろよ。いろいろと助かる。それじゃあさっき渡したレシピの素材をお前にやるよ。それを使って試しに武器を作ってみな。至れり尽くせり。不思議な鍛冶では手に入れたレシピをもとに素材から新しい装備品を作り出すことができます。レシピや宝箱や本棚などから素材は採取ポイントなどから手に入ります。早速神にもらったレシピと素材で何か作ってみましょう。不思議な鍛冶セットがある。ここで武器や防具などの装備を作ったり打ち直して強化できるようだ。新しく覚えた装備を作る。弱え。あ、そっか、神に渡さないのか。聖堂の剣、聖なるナイフ。まあこれ作ってみるか、神用にね。なるほどね、錬金釜的な感じなんだこれ。どうなってんの。不思議な鍛冶は叩くで装備のチキンを鍛え、仕上げるで完成させるのが基本の流れです。チキンを叩くと青いゲージが伸びていきます。緑色の成功ゾーンで止めるといい結果が期待できるので狙ってみましょう。その他の基本は作戦の心の畳の心得を見てください。詳しく見る。仕上げる。じゃあ叩くか。え、ここ叩いていいの。え、ここ青にした方がいい。もう一回叩く。ここもう一回叩く。で叩く。あ、こんなもんだろ。仕上げる。聖堂の剣を仕上げますか。よろしいですか。はい。あ、作ってみないと何のこっちゃか分かんねえし、作ってみよう。
どうせ俺の正道なら次じゃねえし。あ、成功だ。あ、正道の続きプラス2だって。じゃあなんか歯がボロボロのように見えたけど。打ち直しの宝珠2個手に入れた。素材から装備を作って成功すると、打ち直しの宝珠が手に入ります。必要な数の打ち直しの宝珠があれば、打ち直しで持っている装備品の出来の良さをアップさせる価値に挑戦できます。失敗しても装備品はなくならず成功すると元の装備品よりもプラスの数がアップします。だから消費するアイテムじゃなくて、なんか打ち直して作ったら手に入るアイテムってなんか珍しいね。武器を作る。え？探検。ああ、でも今もう2つしかないもんね。打ち直すして自分の持ってるやつもいけるのか。いや、どうなんだ。今の銅の剣をちょっと打ち直してみる。いや、もったいないか。買うもんな。いやー、でも、打ち直しといてもいいんちゃう？せっかくだし。ちょっと強くしようよ。叩く。え？いろんなとこ叩けますよ、と。叩く。どう？なんか青になってる。どう？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 全然？まだまだ？まだまだ叩ける？ここ叩くよ。オッケー。どうよ。仕上げる。わかんない。これでいいのか？これが、成功への道？これもちろん失敗することもあるんだよな。まあ、今回は成功した。魔導の体験プラス2に強化した。おい。これはいいもんだね。おお、初めての家事お疲れさん。どうだ？うまくできたか？はい。マシか、初めての家事なのにやるなぁ、ノッツォ。練習したらもっと上手くなると思うぜ。これからは不思議な家事をやりたけりゃ、キャンプに行くか、大事なものにある不思議な家事セットを使うんだぞ。さてと、いろんなことがあってさすがに疲れちまったよ。今日はそろそろ休むことにしようぜ。あれ、なんかワンコール、今日のワンコ。ゆっくりしていたらすっかり日が昇っちまったな。さあ、イシロ村を目指して進もうぜ。今日のワンコがいるし、ワンコの方に吹き出しがあるし、ちょっと一旦セーブしようぜ。さあ、ちょっと装備してみようか。探検を片手剣に、まあ、せっかく作った青銅の剣を。あ、そっか、何も装備してないんだもんな。頭、バンダナ。主人公のバンダナを奪うわけにもいかんな。もう神はほんまに何もない。今のところ。今日のワンコちょっと気になるから行ってみよう。いや、まずこれをやらないと。銅の鉱石、獣の石、清めの水、全部入ってた。今日のワンコ。ん？クーンクーン。なんだ？クーンクーン。なになに？なんかついてくる。怪しい。なんだこれ？これは何？これなんだっけ？何やら不思議な形をした根にノッツの手のあざが反応してるようだ。手をかざしてみますか。はい。なんだこの弾は。なんか育つのかな。なんかもう犬がパーティーに入ってるわ。カッコンカコッコン、木を切るべ。オーラは木氷、森の恋人。はあ、よっちょれよっちょれよ。よっちょれよっちょれよ。ゴリの親父か。何？橋が。昨日直したばかりの橋が真っ二つ。また一からやり直しだ。誰だべや、こんなひどいことするやつは。じゃじゃーん。それはこの俺、いたずらデビル。お前喋んの？喋る魔物倒すのちょっと厳しいな。せっかく壊した橋を直されてたまるか。これでも食らえ。いたずら変身ビーム。まさかこの犬。されよえ。なんか魔人ブーみたいな。よえー。木こりのじいさんだったの、あなた。ケケケケケ、いたずら大成功。木こりを犬にしてやったぞ。
やっぱり天才かもね。さてと、次はどんないたずらをしようかな。とんでもねえなこいつ。うってってってえ、じゃあこの辺にいるんじゃないの。宝箱。そういや、この宝箱は空っぽだったな。しめしめ。それじゃあお次はこの宝箱の中に隠れて。いるんだ。じゃあそこに記憶、記憶する葉っぱ。今の光景は一体なんだ。お前この光る根っこに何かしたのか。全然わからん。ふう、とにかくこの犬が木こりのおっちゃんっつことは分かったわ。マジか、このワンコロが木こりのおっさんだってのか。やれやれ、牢を出てからおかしなことばかり起き上がる。勇者様との旅は退屈そうにねえぜ。まあどのみち橋が直らなきゃ俺たちはこの森から出られないか。ああ、なるほどね、これ必要イベントなんだ。寄り道じゃなくてさ、さっきの光景が本当ならこのワンコロが橋を直せる木こりなのかもしれねえ。魔物の入った宝箱を探して確かめてみないか。まずは来た道を戻って怪しいところを調べてみようぜ。え、宝箱を開けたような気がするけど、あれとは違うのか。あ、ここに宝箱があるわけじゃねえのか。なるほどね。さっき見た光景は一体何だったんだ。まるで以前この場所で起こったことが見えたみたいだったが、うだうだ考えるのは俺の殻じゃねえ。あのワンカロが木こりになるのは確かめるために魔物の入った宝箱を探してみないか。まずは来た道を戻って地図を見ながら怪しい場所を調べてみようぜ。ピンクいマークなってんな。ここでしょ、あのクエスチョンマーク出てる、クエスチョンマーク出てる場所でしょ。クエスチョンマークじゃねえわ、びっくりマーク。そこに行きゃいいってことな。ん、なんだこいつ。デビルいる、デビル。この小さいデビルはまた違うデビルか。いや、名前が分からずに死んだ。あ、びっくりサターンか。なんかあいつも悪そうだね。てか、木こりのじいさん大丈夫か、こんなところで住んで。あ、そっか、あの銅像があると近寄ってくれんだ。不思議と。なんで牛がいんのこれ、戦えんの。もうこの辺りの天気がどうなるか教えるも、この辺りはまあ明日いっぱいずっと晴れが続くも、明後日になれば天気が変わるかも。なんとも不思議な牛だ。別の場所でまた牛を見かけたら話しかけてみよう。不思議だね、人語喋れるって。俺が理解できてんのかな。もう言ってんだけど、俺は牛の言葉がわかるんだと思うわ。石の村育ちだから、石と牛。こいつだな。キキキキキキキ、来たな来たな。じゃ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 ーん、山頂。俺はいたずらデビル。だいぶ知能があるんだろうな、こんだけ喋られるってことは。ほーん、でケツちゃんと割れてら。うげー、リアクションが悪いぞ。ならこれでびっくりさせてやる。いくぞー、むーんがい。おいおい、どうした、それで終わりか。もっとびっくりさせてくれよ。あおんなくていいじゃねえか。なんだと、生意気なやつらめ。なら今度はオイラの強さでビビらせてやる。いくぞ。戦闘か。いたずらしてやる。喋るのがすごいわ。案外できえしこいつ。待て待て、油断するなよ。危なくなったら無理せず回復しろ。おいおい、やりすぎちゃう。しかもいきなり会心出てるし。ブレードガード、武器ガード率が大幅に上がる剣の構え。
まあこれやるよりは普通にメラやらギラやらやるか。敵一体グループを小さな炎で攻撃、メラギラ、まあ普通に攻撃しよう。会心出たのは強いんちゃうの。あやばい、ギラはやばい。あーまあ全然大丈夫や。やっぱ会心がでかいからもうこのまま倒そう。強いな。連発すんね。これまだいけるか。ちょ、一回メラ打ってみるか。ギラでもいいか。どれぐらい食らうか。あー、殴ってても変わんねえな。あ、ホイミ使われた。やばい。もう神があれだね。火炎切り連発してくれるから助かるけどね。これ、回復させた方がいいな。さすがに。道具、いや、特技のホイミを使おう。呪文のホイミ使って回復させる。間違いないように。なんかこのイタズラデビルは神に固執してるから俺に全然攻撃してこないっていう。まあ煽られたからな。煽られたからな。イタズラデビルをやっつけた。それぞれ102ポイントの経験値を獲得、74ゴールドを手に入れた。まあ強かったな。なんてこった。国に帰れ。オイラの方がいい、喋るんだ。おーい、おーい、旅人さん方。まさかあんた、あのワンコロか。よかった。じゃない、お、オラは木こりの満腹。あんたらのおかげで人間さは戻れただ。いや。ありがとうなんて言葉だけじゃオラの気が済まねえだよ。何かオラに手伝えることはねえか。手伝えることか。なあアルゼ、あの魔物が壊しちまった橋は早いとこ修理してもらいたいんだ。それならお安い御用だべ。橋の修理さ終わるまでオラの小屋で休んでいくといいべや。ありがとな、キコリのおっさん。そんじゃお言葉に甘えるとするか。なるほどね。各地でこういう困ってる人を助けていっていろいろとこうやってくれるみたいな感じなのかな。木こりのおっちゃん。いやいや、お待たせしてすまんかっただ。壊れた橋はオラがバッチリ直したぞ。前の何倍も丈夫にしてやったべ。仕事早すぎ、優秀すぎ。神殿なみたいな見えたな。もう仕事が早いじゃねえか。おかげで助かったぜ。まあ、そもそもこの先替えの橋が崩れてるなんて全然知らなかったよね。それにしてもそこの兄ちゃんが木の根に近づいたらオラが犬になるのが見えたってあの話だがよ。ありゃよく考えたら命の退治の導きに間違いねえべ。命の胎児の導き？んだ、胎児の導きはオラが子供の頃から今は亡きじい様からよく聞かされてたが。ああ、世界の真ん中に浮いている大きな木、あれは命の胎児さいうもんだ。その葉っぱの一枚一枚に全ての生き物の命を宿し世界の調和を保つと言われる神木だな。めちゃくちゃ詳しいな。各地にいろいろあるってことだ。そしてこの森にある輝く木の根、あれは世界中に張り巡らされた大樹の根っこが顔を出したもんなんだ。そしてあの根は選ばれし者だけに胎児の意志を伝える。オラのじいさまはその不思議な奇跡を胎児の導き、そう呼んでいただ、ね、オラがいくら根っこに話しかけても何も起きなかった。じいさまのほら話だと今の今まで忘れていたぐらいだべ。
兄ちゃん、あんた命の大樹に愛されてんだな。髪の毛もサラサラだし、羨ましい限りだべ。髪関係あるか。あんたの髪もなかなかいいじゃねえか。ハゲてねえんだし。確かに俺ストレートヘア。勇者様は命の大樹に愛されし者ってわけか。まあいいや、さっさと行こうぜ。うい。まああれで記憶されたものが見れたってことはいいもんだ。命の大樹に愛されし者、選ばれし者のみに命の大樹の意志が伝えられるという、大樹の奇跡を起こした者に贈られる称号。光の爺さん、マジありがてえ。今日のワンコ、兄ちゃん旅の途中で何か困ったことがあったら大樹の根っこを探してみるといいべ。きっと大樹の根っこが旅人さん方を正しい道へ導いてくれるだろうさ。なんたってサラサラヘアの兄ちゃんは大樹に選ばれし者なんだからな。もうサラサラヘアの兄ちゃんってやめてくんね。俺にはちゃんと名前があんだからよ。サラサラヘアの兄ちゃん、また宝箱ある。助けてあげたし、もらってってええか。あとここも壊していくわ。すまんな。すまんな。すまんすまん。すまんすまん。これ休める？いや、休めないか。まあ、もらってく。ありがとう。サンキュー。あ、鱗で作ろうを見つけた。鱗の盾のレシピを覚えた。待て、鱗の鎧だってさ。作れるかな？あ、無理か。ちゃんと階段降りていかないと。大事なもの。大事なもので開けるんだ、これ。やってみよう。鱗作ってみようよ。あ、レベルアップした。これまでの冒険によって鍛冶技術が向上した。集中力が1ポイント上がった。なんだこの部屋。精神と時の部屋みたいな。これ、鎧とか作れたらめちゃくちゃ強くない？あ、今強いやん。しかも、お金いらないから、この木の神だな。今作ってるアイテムの状況を確認する。詳しく。ノッツは今作っている鱗の鎧をじっくり眺めた。今仕上げてもちょっと出来の悪い鱗の鎧になりそうだ。おもろいね、これ。もう一回いけるんじゃ。オッケーオッケー。光らせたら、いいのか、これ。あ、超えちゃった。あんまり良くないかな。あー、あかんか。15。もう一回いける。オッケー。もう一回いける。これはいいのかわかんねえな。仕上げるか。温度やが450度って低いのかな。全然わからん。全然わからんけど、成功したならいいわ。プラスとかなんもなかったなぁ。さあ、鱗装備して、今回ここまでしよっか。ここお前そんな長旅でもなんでもねかったけど、神に鎧は着せられる？今はあれか、革の鎧が一番強いのか。いや、でも他にこのアクセサリー系欲しいなぁ。やっぱステータスはちょっと全然違うもんね。うん。あ、でも守備力。今ね、なんかこの右手頭だったりアクセサリー1、2に装備すれば神が強くなりそうだな。はい。まあということで、まあ木こりのおっちゃん、まあ今日のワンコ、あとあれか、いたずらデビル、CV が関さんだったね。関智和だったよね。ね。まあスネ夫だーと思っちゃったもんね。あんなちょいでの魔物が関智和ってなかなか豪華だなと思っちゃったけど。スネ夫でした。はい。ということで、まあ今回ね、まあ、スネ夫を倒して、まあ、気分もいいんでね、ここで終わりたいなと思います。この先のデルカダール地方に抜けて、医師の村へ行くまでは次回やっていきたいなと思います。はい、ということでチャンネル登録と高評価お願いします。よいしょ。